演武開演。どうも、本日はこちら杉本さんのマイルド焼き豚というものを食べてみたいと思います。先日のハム美味しかったからな。焼き豚ということはタレとかがかかってたりするのでしょうか。いや、かかってるというか詰め込んであるのかな。これもまた、あ、ここで開ければいいのか。衣の音がまたいいですねというのが納得できます。ハムとは違ってそのまま食べられそうですね。でもハムがない分ですか。ガードされている分になるので、念のため切ってみます。で、正解だったようです。確かにそうかもしれませんね、あなたの場合。こういう風になっていますね、断面は。では、いただきます。焼き豚なのでやっぱりあれらに合いそうな味付けです。冬の風物詩デビュー、やっぱり美味しいです。素材があって旨味が充足されているんですが、それに加えて焼き豚なのでちょっと醤油の香ばしさもありましたね。ただそこまで強烈ではありませんでした。ラーメン、焼き豚といえばやっぱりラーメンやチャーハンなどに入っているイメージがあるのですが、こうして丸々かじりつくのは初めてなのでとっても美味しかったです。もちろんラーメンやチャーハンに入れても美味しいですね。ただ自分はかぶりつく方が好きなので、やっぱりこのままが一番好きかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。どんだけパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。